ホームプレーンでスイングするためのポイント3、しっかり捻転すること。ゴルフは下半身、膝の位置を固定したまま上半身を回す、つまり捻転が必要になってきます。前傾角度をキープしたまま捻転をする、こういうことになります。ところがこの捻転をせずに腕だけでクラブを上げてしまうアマチュアの方、少なくないです。手だけでクラブを上げてしまいますと、その時点でこの手の位置がプレーンから外れてしまいます。そうすることによって正しいスイングプレーンに乗せることが難しくなってしまいます。プレーンに乗せるためにはしっかり捻転しながらクラブを引くことが大事になります。オンプレーンでスイングするためのポイント2でも解説した通り、両肘の距離を変えずにテイクバックをします。この時に左肩を押し込む意識を持ってください。後ろから見ていただくと、最初の構え、ここから両肘の距離を変えずに左肩を押し込む意識で体を捻転します。ただし捻転のことばかりを考えてみると肩に力が入ってガチガチになってしまいます。そうするとスムーズなスイングができにくくなりますので、できるだけ上半身はリラックスして捻転をしてください。正しく捻転ができますとオンプレーンでスイングがしやすくなります。しかもボールにパワーが伝わりますので飛距離も出るようになります。ぜひ捻転を意識して練習してみてください。